おそおそおそ、聞こえるかね。あれ、聞こえてる？いろいろどう？あら、こんばんは。ちょっと待ってね。聞こえる。あ、ちょっとね、いや、ノビンチのパソコンも俺が設定したんだけどね。まあ、全然あのパソコン使ってないからね、いろいろと良くないらしい。コンボとか何を参考にするといいんですかね。ちょっと初期8キャラのコンボでも、とりあえず簡単に見てく。はいはい、聞こえる？聞こえますよ。ちょっとさ、最初の8キャラいるじゃん。はい。あれの簡単な空中コンボをさ、一つずつ教えてほしいんだけど。オッケーですよ。すぐ終わるから。いいよ。まずリ、じゃあラースは昨日あったから、リリー行こう。ね、ライトゥーから。ちょい待ちょい待ちょい待ちょい。Get ready for the next battle.簡単なやつ？まあ最初はもうコマンド入力さえ必要ないぐらい簡単なやつ。わかった、教えてください。 できれば放送も見てて、うん、あ、今見てるよ。うん、お願いします。リリーは何がいいですか？まあ、マジで超簡単なのは、まず、まあ、ライトゥーライトからショートアッパー、ショートアッパー。ちょっと待って、ワンピー側、みんなワンピー側基準だからワンピー側に移動するわ。まあいいや。そう、簡単なのが 3LP やって、うん、これこれこれ、そう、 3LP やって、うん、で LKRPLK LP LKRP LP LKこれか。そう、がとにかくめちゃくちゃ簡単。左アッパー3回からか。そう、確かに。これはいいね。うん、ライトゥーとか言っても分かんないだろうから。そう、これね、さばきからのコンボなのよ。相手の方向と斜め上で左キックで浮かし技が出るから、そこから左アッパー3回の LKRBLK。 そう、まあ46か。確かに減ってないけど、そんぐらい。他にはもうちょっと難しくすると、前 RPLK、 前 RPLK、 ああ、浮かせからね。うん、やって、うん、バックフリップ、うん、で左パンチ、バックフリップ左パンチ、うんうんうん、バックフリップやった後背向け中左パンチやって、うん、で LKRPLK、 こう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 、こう、あ、はいはいはい、一回してみましょう。そう、それがとりあえず超簡単。なるほどね。うん。じゃあリリーは、これアッパーとかもいけるんだね。アッパーも全部いける。これが第一簡単コンボで。ちょっと難易度を上げると、前 RPLK からバックフリップやって LP でいつも。そう、なるほど、これ簡単でしょ。それに簡単。うん、
でもこれでね、リリーをやめてしまうとね、さすがにコインがもったいないんで、リリーに関してもうちょっとなんか使えそうな技ない。前々 LK、あ、そう、それがとにかく強い。ヒット確認できる。お金コンボ、あ、そうだ、下段指導のコンボ。エーデルワイスからは、右アッパーやって、ジャブ、右アッパー、何がいいかな。こう、みたいなのでもいいよね。うん。あ、そう、そんな感じでいいもん。右アッパー、ワン、ツー、いつもいいもん。さあ、右アッパー、背向け行って、左パンチ。背向けからワン、ツーやって、いつものの方がダメージがちょっと高い。まあ、エーデルワイスからマイ RPLK って入んのかな？エーデルワイスからは入んない。どうでしょう。あ、入った？いや、あ、入んねえ。あ、入んねえ。なんでさっき入ったんだ、今。いや、これ軸っぽいね。そうだね。うん。ゴミっちゃった、今。普通にでも1キャラだったらバックフリップ置き攻めの方がいいかもね。あー、なるほどね、まあ、とりあえずコンボを最後までやってね、コンボ。ジャンも多分一番初めに言ったやつがいいと思うよ。これだよね、うん、簡単だね。少し待つと入るんだって。うん、本当だ。あ、その爆振りが多分繋がんないね。そうだね。こんにちは、こんばんは。こう。まあ、超基本コンボいいじゃない、これ。うん。なんかでも逆にさ、バウンドないの新鮮でよくない？いや、新鮮と思ってんのお前ぐらいだろ。あの、本当？だって昔に戻ったもん。そう、いや、だからそうだよ。お前も6にやってな、やってたじゃん。やってる。5DR かやってるか。やってるもんね。あと1キャラ。簡単コンボ探しの旅。やっぱカズヤじゃない？しおり。あ、なんか、ブライアン。9キャラでね、あの、アンケート取ったら一番使ってんのがラースで、その次にカズヤ、リリー、アスカの順だったんだよね。アスカも超簡単。アスカも簡単。カズヤね、昨日ちょっとコンボ調べたよ。カズヤ。うん。あ、ユウさん、レオ出てないんだ。出てない。俺出たよ。嘘。なんかスティーブの次にレオが出た。なんかみんなブライアンとレオとスティーブが出てるみたいだね。ね、カズヤ。ちょっとペンいないよね。でもペンはいないね。もしかしたらこれゲームに入ってないかもね。うん。ちょっとリリーもう終わっちゃったんで、でも大したことやってないけど、気になったらタイムシフトで見てください。カズヤは初心者コンボって難しいよね、カズヤで。普通に浮かしてから、とりあえず浮かすのは風神拳前提でいいのかな。うん、風神拳やって、あとすげえ簡単なコンボが QLK から前蹴り。ああ、なんか新しくなったんだよね。そう、もうとりあえずそんな感じでもいいぐらい。これを前出しから入れてもらおうか。それね、やんないで、あの、膝やって、膝の方がいいと思う。左膝打つ。そう、膝、ワン、ツー、RK、LK が入ると思う。あ、これ簡単だね。簡単でしょ。まあ、RK をちょっと遅らせるのか。ああ。で、頑張れば、風神、風神、ジャブ、ワン、ツー、あれが入るから。風神。ワン、ツー、スリー、フォーが入るんだよね。カズヤの簡単コンボ。
てもな、ないもんな。こっからこうやって、ね、だから後ろ RP、RK、LP も超簡単。あーあーああ、これね。そう。ああ。カメラのエフェクトこれ気持ちよすぎるよな。いやてか今回強化だね。強化。うん。でも今回さ伸ばし風打ってもさ、うん、なんかあの今ちょっと再風気味になるよね。そう、まあ、性能は調べてないけど、だから初心者の人は再風じゃなくても今度はこういう風神経で良くなったってことだよ。そうだね、うん、ね、安定の三島ゲっていうかね、あいつほど難しいキャラいないよ。そうだな、めちゃくちゃ難しい。マジンケン、ポールとかも簡単なんじゃない。あ、ポール無理か、霹靂があるから。あー、そっか。なんだろう、本当の初心者ってのはさ、うん、前ダッシュ霹靂とかさ、ジャブ刻みとかそういうのマジ論外だからさ。アスカとかもだから鉄板じゃない。アスカだから、さっきのリリーみたいなコンボはまあいいんだよね。うん、わかるよ。ダッシュ系がいらないキャラでしょ一切。ローのコンボ口でいいから教えてだって。ね、ローはね、右アッパー、RKQLK で、前前右パン左パン LK、 右アッパーからハイキックサマーやって、そう、前前左パン右パン LK やるのが一番普通のコンボだけど、もっとよく言ってほしくて簡単なんだったら、あの RKLKRK スピン3発出し切りキャノンが一番いい。なんか霹靂が出やすくなったってみんな言ってるよ。あ、そうなの。それも初心者仕様になったのかな。なんか俺はとにかく投げがめちゃくちゃ抜けられるようになったよ。そうだね、超簡単だった。右アッパーはね、そのキャラクターに向けての左斜め、あ、斜め下、そう、バウンドなくなったんだね。うん、投げ抜きはスライドじゃダメですね。投げ抜きは例えば相手が右投げ打ってLP を押した後に RP を押しても最初の、ね、入力ボタンが干渉されるんで、うん、ダメです。例外の投げ技もありますけど、キングのロープ投げとかね。無敵のせいで構え系が辛いと聞いた。そうでしょうね、まあ構え中防御ができない、攻めることしかできないような構えはやりづらいでしょう、ね、あ、何、パワー振ると投げでもダメージ食らうの。ああ、なるほど、そうなんだ。それやばいね。なんかダブルアッパーの受け高くね。あ、高くなった。あとね、両パンがね、壁強になった。ハーラン終わった。そう、ドラグナフ出てないよ。多分、初めのキャラクターの中にいないんじゃないの。
打球いきますね。 PV にいないキャラは出ないと思うって、それペン出ないんじゃない？うん、やめろよ。いや、あるでしょ。これでもうプレマできないんだっけ？え、プレマ？プレマじゃなくて、あ、今ね、そのアーケードバトルやってた方がもう。アーケードできないんだね。プレマはできるんだ。プレマできる。ノビ呼ぼっかな。やる？なんかなんだっけ、調べてん、なんか調べてんだよな俺。できれば全キャラのスペシャルアーツの発生フレームと持続と、うん、ね、全キャラ共通。本当かよ。いや、それ絶対怪しいよ。信じて。怪しいよ。発生フレーム、発生フレーム、うん、発生フレームは違うわ。発生は違う。発生ってのはその無敵の発生よ。あ、はいはいはい、はい、技の発生自体は違うの分かるけど、ちょっとこれお前呼ぶからちょっと来てね。 OK。 はい、さっさと来てください。ちょっと待って、もうアーケードこれじゃやめるわ。ソニファンってマイナスいくつ？普通におそらい入る。あ、そっかそっかそっか、ソニファンになっちゃったのか。スティーブ、攪拌アルワーだ、何でもいいから、なんかないか。スカイハイとかか。スカイハイ打ってもらう、うん、あ、スカイハイも、あ、そうだね、入るね。ちょっと待ってね。プレマもチケットっていうかコイン減りますよ、もちろん。クジナをなんか罰ゲームでコミュ作ったらしいっすね。ニコ生の。これクジナマ。チケット1枚しかないんだけど。クジ、え、あ、違う、プレミアムチケットはゼロの。プレミアムチケットはいらないよ。青のやつが 1しかない、あと。あ、じゃあお前ずっとこれ最後だ。うん。買えよ。どれにする？いや、お前スティーブでいいよ。俺ラースでちょっと調べる。キャラごとの3スピン。ちょっとさ、ノビ壁際行って、バックダッシュで。うん、ネジツから来ました。あ、壁ねえじゃん。ねえ、じゃあいいや、スカイハイ打ってくんね。これ入ってる入ってる。じゃあもう一回、これ入ってないか。さあスカイハイからさ、無敵技打ってよ。無理だよ。もう一回。ちょっと待って、トリガーが16。ああ、どうしようかな。で、逆にさ、ラースにさ、うん、スティーブってマイナス、発生12ってない？右パン？あ、これ11。11なんだ。じゃあマイナス10打つからさ、うん、それ打ってよ、ちょっと。右パン？うん、どうしようかな。マイナス10ってなんだこれ。これか？これ10だね。後ろ両パン。あ、そうだね、それ10だ。この LP 打ってくんない？ OK。 で、じゃあ右パン打ってね。うん、
ごめん。で、12は打てる、打てないか。うん。ね、1リオパンがマイナ11で。あ、ダメだ、今回違うやん。もうそれが浮かしだ。そうだそうだ。後ろリオパン。いや、いいや、これ13だから、うん、これで消え打ってよ、ガードして。うん。まあ、つまりさ、全然もう1フレ、2フレ、3フレから無敵なんてことはないってことだよね。全然ない。ただマイナ9からだったらね、いけたんだよ。もう一回ほらジャブ打つわ。うん。え、それマイナ9なの確実に。え、これマイナ9でしょ。そっちもじゃあ、起炎打てばいいじゃん。起炎？起炎からジャブ打つから、イエさんの。お前がジャブ打つどうすんの？あ、何する？ああ、なるほどね。ああ、こういうことね。ああ、こういうことか。だけど、いや、それがマイナス19だったら、今、俺の左アッパー避けれてるわけだから、もう4フレーム目ぐらいには無敵ってことじゃん。うんうんうん。そうだ。やってみ？え、なんだっけ、起炎から？左、うん、左アパストから、これも無敵ってるよね。うん。もう一回。まあ、これでもいい。ああ、そうだ。いや、言わせてもらう、絶対アパストマイナス9じゃねえだろ。ほんとだ、ごめん。これでいこう。危険でいいよ。うん。もう一回。あ、いけそう。あ、あと少しでいけそう。トリガー。トリガーだね。終わったね。これいくつだっけ。これじゃあ無敵なんだね。じゃあていうかね、俺の予想だと、その後ジャブ、アッパスの後ジャブ打ってみ。ごめん。あ、結構不利なんだね。でもラースの18、19の発生知らねえよそもそも。6フレーム差で相打ちしてたからな。これとかもさ、1リオパ負けるんだよ。ほら、それなんか酒性能的な感じなんじゃない。待ってね。あ、お前勝って大急ぎで、ワン、ツー、スリー。で、なんだっけ、下段が、下段はどうせ無敵になる。多分下段は無敵。あ、いやこれ発生負けしてるぞ、これ起炎。あ、いいよ。え、嘘、負けた。生ローは、生ローは発生で勝つでしょ。そうか、ね、それも発生で勝ってるから。どうしようか。そうそう、それでいいよ。これおかしくない？もう一回。これ、世にも奇妙な物語起きてるよ。え？あ、いや、お前勝って負けても一緒だわ。あの、チケットなくなるから。ていうか、この調べ物ってぐだるから、基本的に放送しない方がいいんだよね。そうだね。前から思ってたけど。これでお前のコインがなくなったんだろう。はい、あと、そうだね、終わったね。じゃあまあ早くレベル上げて。この白いもの見てて面白い。ゴミが全然ついてこれってねえんだよ。福祉とかとやるとポン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 振れるのかな。まあそうだね、福祉、樋口あたりは。あのね、そんなのね、調べないで聞けばいいの、人に。ちょっとほら、チケット使ってよ。え、ないんだよ、チケットが。チケットもなんもないの。なんもない。どんだけ負けてんだよ、お前。アーケードが1の、あれできるのが1000。1万円分ぐらい買ってこいよ。ねえ。やってはないよ。30円課金しろよ。お前課金しようにもさ、うん、課金する手段、コンビニで買ってくるぐらいしかないんだもんな。うん、わかんない。クレジット登録してないし。うん。名前が 赤色になると何もない証拠だって。お前これ、貧乏にアピールみたいになってるぞ。これだから負けられない戦いだったね、あれは。これさ、プレマとかでさ、うん、
熱い勝負になっててさ、こいつとは本当面白い戦いできるわとか思ってさ、よし次の試合だと思って相手が赤色になってたらすげえ悲しくない？いやでも多分そういう人に熱くさせて買わせるためのゲームなんじゃないの？あ、こいつダメだ、赤くなっちまったみたいな。ねえ、悲しくなっちゃうよそれは。やっぱお金で切れてしまう、もう切れてしまうじゃん。そうですよ、もう悲しいね。悲しいね。もうだからこれパズドラと一緒だから、またスタミナ回復ね。そう。まあこれ俺ら、うん、あんまやり込んじゃダメみたいな感じだよね、これよく考えたら。コンビ団員戦逃げるな、コンビニ行ってこいってなるのかみたいな。確かに。まあまあそうなるんだろうね。うん、どこなら携帯で買える。ここが無料だからさ、入れたら負け的な気持ちになっちゃうんだよね。ああ。ちょっとアーケードのコイン持ってる人で調べ物付き合ってくれる人いないかな。ね。身内で誰かいないかな。頼みつなの藤田もいねえしな。うん。西マスターなんて開発の方だから呼べねえしな。そうだね。そっちはもういないし。まあまあまあいいや。はい。まあ要は、うん。あのでも酒性能とかはさ、うん。ソニファンとイマジナリーナンバーとちょっと違そうじゃない？うん。いや、わかるよ、うん。だからそこら辺も個体差があるんだろうね。そうだね。スティーブだったらイカパンが勝てるもん。ああ、そう。そうなの。電源切れててもそう、ポイント回復するから、ね、寝る前にや、あのパズドラと一緒なんだよね。そう。寝る前にやって、今度ノビンチのあれ直しに行くね。パソコン。いやお願いします、うん、完全に積んだね。それあれパニックになったら終わりだね。あのパソコン全然触ってないからね。ちょっと調整しなきゃ。失礼しました、ね、皆さん本当に申し訳ないです。ノビンビン許しちゃってください。じゃあ、ね、どうしようか。お疲れ様。お疲れ様。よいしょ、こんなとこにしとこうか。はい、了解です。またまたまた、あと1分だな。うん、だってもうレボリューションやることないから。調べ事ぐらいしかないからな。そうね、何や、ランクもやればいいじゃん。ランクもやっても全然合わないんだもんね。ああ、まあまあ、はいはいはい、うん、ちょっと無線は厳しいんじゃないですか、相変わらず。うん、物足りないでござる。そうは言ってもな、受け手的は何かと信じたい。ランク。ノビラン引いてるよ。ん？じゃあ12時までやろっかな。俺が一人で。この後適当に。オッケーオッケーオッケー。お疲れ様です。ゲーム。余すことなく使ってるね。いやーね。オツでーす。こんばんは。あ、スティーブ超強い技が挑戦された。なんだこれ。何？え？あのさ、なん。7LP のちびっこパンチわかる？わかるわかる。ちびっこパンチがダウンになったヒットで、ノーマルヒットで。へぇ、強くなりすぎでしょ。え、なにこれ。だから意味わかんない技強くなってるよね。ラースの給料系 LP もノーマルでこダウンになってたよ。あ、そうなんだ。あの、なんだっけ、飛んでからシパーンってやるやつ。ねえ。ちょっとクーガーパンチ、クーガーパンチ、イエス。イエさん、ごめんね。頑張ってね。ありがとう。なんかお使いの PC の動作が遅いです。ここをクリックしてエラーを修正って出たんだけど。
まあ、また今度いじってやるよ。了解です。お疲れ様です。うい、皆さん伸びここで落ちます。お疲れ様です。ありがとう。またね、明日仕事頑張ってね。はい、じゃあね。さあさあ、お、まさかノーマルヒット。オツです、こんばんは。ちげえな、違うね。これなんかカウンターで崩れとかになってねえかな。なってない。基本的になんか上級者プレイヤーは使ってない技を調べ始めて、なんかフレーム調べてやられ調べてみたいな流れですよね。情けは無用だ。ラウンド1ファイト。トビはちょっとね、あれ、なんかこんな試合増えたよな。そう、無敵技が様子見を増やすためって本当その通りですよ。しかも無敵技の攪拌がすげえ痛いの入るからさ、余計だよね。それで試合決めちゃおうみたいな感じだよね。そうすると切り込みやすい削り技があると強いんだよな。ラースのヒール見て無敵とか、まあそこら辺もいけるだろうね。新しいキャラクター来たよ、これ。レオちゃんじゃないの、これ、まさかの。無敵も新技ではないです、その通りです。お、来たぞ、レオさん。ハイセッコいらねえな、おい。大石膏、混合火山、楽天賞、アリサとか引いちゃうのがユウさんだと思う。俺引き強っすかね。あ、これ技表見れねえ。これなんだ、力強いな、なんかしない。お、確定っぽくね、今のクソいらねえ、あれだけど、発見だけど。壁
ちょい離れかなの。スペシャルアーツからのスペシャルアーツ。Get ready for the next battle. やべえな、俺なんもコンボわかんねえよ。バウンドしてないコンボレオ。スクリュー弱体か？あら、俺何も引いてねえぞ、レオロン。おいおいおい、シャープないいのかよ、光ったぞ今。途中威力上がってる？本当？レオって絶対個人戦弱えよな。減ったぞ。ちょっとこれ生活振らなきゃ無理じゃない。まあ散々分かっていたことなんだけど、ゼロだった。これって新キャラには触れるの？強化ポイントは。それはそこら辺で重要で触れる？そうじゃなくて、溜まってるやつっていうか、レベル。成長要素はどうなのかね。なんか伸びみたいなのがどんどん成長してっても、つまんなくね勝てなくね、誰も。ファイトマネーが重要、何言ってんの？どういうことだ？本当だ、強化ポイントはある。これファイトマネー使うんだ。なるほどね。おお、超使うじゃん。あ、そういうこと。めっちゃお金足んなくなるんだ。森口ラウンド1来てください。どこですかそれ、森口って。パワーチュー、レオとかパワーチューになった方がいいでしょ。守れるんだから。レオはね、ちょっとあんま個人戦楽しくないんだよ。レオ個人戦楽しくなるような技あったっけ。ボクホか。ボクホして、ちょっともうちょっとレオやってみようか。このゲーム課金してたら強くなれるってわけじゃなさそうじゃないですか。あ、金でってそういうことか。ファイトマネーね。クリティカルが何かも分かってないんだよな。ここで技表見れねえしな。どんどん調べていくしかないのか。これあ、これじゃね。あ、なんだこれ。藤直に怒って当て焼肉は叙々苑、そんないいもんはおごりません。 Get ready for the next battle.
アーケードだと出るんですよね。そうそうそう。フクルどう役になったんですかね。いい割り込み。わーっと、そうだ、こ得意のなんだステトゥースマの空中飛弾もダメだもんな。お、最後あれなってんじゃん。そうですね、初心者用ですよね。まあ起き上がり方難しいですからね、鉄拳って。やっぱパッとしないならレオソロってそう思わないかい。福利浮きかくなるの。やめてよマジで。おお、本当だ、止まってる。これもなんか初心者はめれたみたいな感じなのかな。壁際でゆくんゴッツガーデン出るのって昨日も聞いてなかった。エボ出るのって。浮き角になりましたね、マイナス14から。しっかりしてんな。おい、これダメだね、コンボ。よう、いい感じなんだ。何しながらね。おほほほ、やめてくれ。こんなの地雷になるしかねえじゃねえかよ。HP 見えないんだよな、これ。HP 見えないんだけどさ、ちょっと下げちゃうとさ、こんな感じでいくか。セブンじゃないね。体力バー上げられる。うん。マジか。ちょっと調べとくわ。安定感だね。早く剣使いたいね。剣ならソロで使ってても楽しいんだな。敵
石鹸6って呼んでた、6って呼んでた、6って呼んでてましたね、さすがに。なんでそこでいきなり日本語になるんですか。ダイレクトタックアサルトないから流射が強い。各班がまた貧弱なキャラがいるってことですか。しゃがみになったからやりにくくなったよね。フラヒガードしてからシャガパンとか打つ人がすごい増えたのは、左アッパー打ったらしゃがみ状態でシャガパンになってたってことは。すごいすごい、このピンポイントで当たるとどうしようもないよね。レボリューション式の戦い方だな。で、ああいうの無敵技を待ってるとなんか効率よく削られていくみたいな読み合いだよな。セブンとはどう関係してないんじゃないですかね。あまあこういう鉄拳になっちゃうよね。要やけに牽制し合うみたいな。これ何、課金してる、課金チケットだからなの。ゲーセンの方が金かかってるのにな。タンベンの素晴らしさがわかる。そうだね、ちょっとボブのタンベンがみんなについたみたいなニュアンス。あれよりちょっと強いか。Round 2.
なんか、あれだな、すごい不利なとこじゃなくて、ジャブとか、もう、B 有利なところで、スペシャルアーツ使うのは、今のカズヤみたいに すごい強いんじゃね。スラッシュクイックガードした後とかじゃなくて、ちょっと攻められてる時が一番きつくね。多分ポンポン使った方が強いのかな。そうそうそう、その通り。従来の鉄拳にしてみれば一番対応しにくいところ、その通りだわ。貴様か。ラウンド1もう入りそう。あと3分ぐらいだな。もうあれか、ペンの出現報告待ちしながら鉄拳タック2だな。それからは戦待ちだろうな。ただフェン待ちってもフェンですげえやり込みたいとかじゃなくて、なんかそのどういうのか気になるな。クリティカル技だったり、フェンは短弁なのかな。短弁2コマンド技にするかなと思うんだよね。ガクスンとかなんじゃない。ガクスンってそしたら確定反撃とかのしてのガクスンがなくなっちゃうんだけど、そうしたら
ガクスンありえるね。そのガクスン下手にいじられるとすげえ困るな。ガクスンをぶっ放しで打つ時代ってやべえやな。でもよく考えたら、まさかの両 P とかありえるよ。それはハンベンはコマンド変更ありえるね。いやいくらなんでも全キャラに様子見ペンみたいな読み合い増えちゃうのは微妙くせえぞ。と思った今すごくこのアリサと戦ってて、キャラによってはもうプラ級出たら絶対攻めていいキャラがいたんだけど、そういうのがいなくなるみたいなもんだもんね。ガクスンかな、ペンは。タンベンってマイナス15。ガクスンは嫌だね、両 P に。ガクスンは嫌だよな、本当にペンからしたら。ありそう。メインキャラが使えない現状はなかなか厳しい。8キャラしかいないからね。クリティカルの技にエフェクトつけたせいで見づらい、間違いない。それは無敵技はなんかお揃いは入るみたいですね。お疲れ様です。お疲れ様です。出来上がってないとかあるのかね。お疲れ様です。ちょっともうちょいちょいとタッグ2やっていかなきゃね。ガクスン十分ありえるよな。お疲れ様です。すいません。ノビの放送もちょっと調整しておきますね。また皆さん、よろしくお願いします。あざす。おやすみなさい。お疲れ様でした。ありがとうございます。